はい、お疲れ様です。山です、ボイスオブカードドラゴンの島続きやっていきます。さあ、迷いの森を抜けたということで、魔物と人間が共生する村、行きましょうか。東、道はないんだよね。あ、あった。待て、微妙にずれてた。敵味方全体の与える水ダメージが3増加。まあ持ってないんですけど、敵がかな。ちょっと強そうですね。で、つか強いな。攻撃が18だ。やばい。倒しきらないとね。うん。22。強。まあ、単体なら問題ないけど、みたいな。はい。うん。はいはいはい。そう、まっすぐ？ちょっとずれるんだよね、道から。結構遠いな。こんなもんあるんだ。なんだろうな、本当に人生ゲームやってるみたい。倒したら2倍か。まあ、そんなうまそうには見えないけどね。だから、まとめて、いっぱい敵が出てきた時に今のカードが出れば相当うまいんでしょう。まあまあまあ、みたいな。まずは強制の村へ向かいましょう。はい、あっちこっち。上ですね。北か、北に行きましょう。おー、近い。君たちの前方から何者かがこちらに近寄ってきた。スライム。魔物。クロエはとっさに身構える。プヨちゃん、そっちは危ないよと女の子は言い、魔物を連れて村の中へ戻っていった。ここが魔物と人間が暮らす共生の村のようだ。へんてこな村でなんだか楽しそうだなとリリーは能天気に言う。早く用事を済ませて出ようと魔物嫌いなクロエは落ち着かない様子だ。はい、強制はい、意思疎通取れるのかな。はい、村長の村、あ、村長の家、結構人が多いみたいです。まあ話聞いてみようか。女は怒っている。可愛がっている毛玉のために買ったおやつを誰かに盗み食いされてしまったそうだ。毛玉連れの女。ああ、そんだけ？毛玉。毛玉は女の横でじっとしていた。口元にお菓子の食べかすがついている。はい。普通に食べたんだ。親友だった魔物仲間が故郷に帰るため、急に村から去ってしまったらしい。村長からは、君も大きくなったら故郷に返してあげるよと言われたそうだ。子供オークキッドは、オイラの故郷ってどこだと首をかしげた。まあまあまあ。老人にドラゴンのことを尋ねると、
最近世を騒がせていることしか知らないと即答された。続けて、物知りな村長なら何か知ってるかもなと、老人は目先にある村長の家を指さした。はい、村長が何かしてそうってことね。一生懸命に育てている花が今にも枯れそうだと、子供ゴブリンが悲しんでいる。どうすれば花を元気にできるかなと、涙ぐんだ目で君を見つめてきた。え？ここで？ここでなんか水？肥料的なもんも欲しいかもしれないけど、傷薬じゃないよね。花といえば水だ。君は当然のように水をジャバジャバとかけてみた。するとゴブリンは、そんなに水をあげたら根腐れしてしまうと激怒した。向こうの方が詳しかった。君はゴブリンに教わった。ただ水をあげればいいというわけではないこと。今の選択肢どうだったんだろう。はい、傷薬。君は一か八か傷薬を花にあげてみた。すると花はみるみると元気を取り戻した。おお。ゴブリンは簡単の声を上げると、君たちにありがとうとお礼を言ってきた。さらにゴブリンは何かを差し出してくる。はい、まあ、今んとこ全部取れてるけど。ゴブリンは元気を取り戻した花をむしり取ってむしゃむしゃと食べてしまった。あ、やっぱ元気な花はうまいよなとゴブリンは上機嫌。食うために育てていただけらしい。あまあ本人がいいならいいけどね。ちょっと気になったのが、子供しかいないのかな。子供とか比較的無害な魔物しかいないのかなっていうのが気になった。で、誰だっけ、この子の話でいつか、なんだっけ、大きくなったら返してあげるよって村長が言ったよね。なんかあるね、この村。この村なんかあるね。この村の村長は美食家として有名で、いつも高級料理を食べているそうだ。あー、やーべえこと知っちゃったかも。知っちゃったとか気づいちゃったかも。なんか労働力とかそこら辺で売ってんのかなとか思っちゃったりするんだけど。自分も一度は食べてみたいものだと、男は高級料理に思いを募らせている。平凡な男性。なんかあるね、この村。平凡な。これか。村一番の美女に恋したその男は、髪型も服装も彼女の好みに変え、整える。いつか振り向いてもらえるように。うん。まあまあまあ。これが、その村、その村には同じ髪型、同じ服装をした男たちが溢れている。村一番の美女には彼らの見分けがついていない。ああ。結果ね。結果みんな同じになっちゃったみたいな。面白いね。メルブールを見て、大きなお友達だと喜びながら駆け寄ってきた。おお。毛玉にじゃれつかれたメルブールは、なされるがままぼーっとしている。なぜかリディまでメルブールにじゃれついている。おお、いいじゃん。いいじゃん。最近黒ずくめの不審な男が村の近くをうろつく姿を見るらしい。この人怖いんだけど。ずっと包丁下ろしてくんないかな。おばさんはクロエを見て、あんたと似たような服だったと言っている。黒ずくめ。子供オークキッドは
表紙にドラゴン伝説と書かれた童話絵本を夢中で読んでいる。ん？見てみようか。君がちらりとその絵本を覗くと、気になる一節が目に入った。うん。王国軍にやられたドラゴンは、とある場所にかくまわれ。とある場所。君は一瞬考え込んだが、これは童話だ。作り話じゃないかと思い直した。ねえ、読んどけよかったのに。ヒントかもね。スライム。女の子は、ぷよちゃん、また汚れてると言いながら、スライムの口元をハンカチで拭いた。ぷよちゃんと呼ばれたスライムは、そこはお尻、と恥ずかしそうだ。はいはいはい。まあいいんじゃないですかね。旅人が珍しいのか、男の子は興味深そうに君たちに近寄ってくる。どこから来たの？どんな冒険をしたの？と執拗に聞かれて疲れてしまった。あ、素朴な少年。見てみようか。素朴な少年。少年でちょっと怖いね。はい、素朴な少年ね。うん、少年は木登りが大好き。今日も広場にある大きな木に登っています。うん、うん、少年先にちょっと見えちゃうんだよね。少年はお姉さんが大好き。今日も木に登ってお姉さんの部屋を覗いています。ああ、いけない子だね。こういう表向きの理由があるけども実はみたいな。まあ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 、全然可愛らしいんじゃないですか。鬱っぽい話はじゃなくて全然いいかな。じゃあちょっと店巡ってみて、買うもんがあれば買ってみたいな感じかな。まあ基本は武器屋かな。宿屋の店主は、魔物連れの客は無料で休んでいっていいと言った。ああ、かつて村長が定めた魔物類おもてなしの例によるもので、君たちもその恩恵に預かれるようだ。はい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 、生類的な。はい、生類でいいのかな。はい、いいんじゃないですかね。はい、ちょっと装備が来たんですけども、ちょっと高いね。お金貯まったかと思ったけど、ここでやっぱ当たんなくなってきたね。で、まあ防具を取るか武器を取るかなんですけども、まあ武器かな、とりあえずね。なので、ウィンドソードをまず、主人公に買って、名高い賞金稼ぎが使っていた風の剣、属性つくのかな。はい、攻撃が4つ上がりますね。4。はい、竹。はい、で風切りの弓。あ、足も速くなるんだ。いいね。あ、変わんないのか。変わんないんだね。とりあえず、攻撃が上がると。はい、ただ杖を買うお金がないんで、はい、クロエはごめんなさいということで。ただ今回ちょっとクロエがなんか関係ありそうなんだよね。なんか黒い、なんだっけ、黒い奴らがいたみたいな。だからクロエを出すように考えた方がいいのかなとも思うんですけど。まあいいや。はい、じゃあ行きましょうか。まあなんか、わけはあるんじゃないのみたいな感じですけどもね。人身売買ならぬ、魔物売買みたいな。旅のお方と呼ぶ声がどこからともなく聞こえてくる。こっちです、こっち、足元です。君たちが目線を下ろすと、小さなケムクジャラがいた。目玉。ケムクジャラが言う。我が輩の名はペロリン。ペロリン、旅の仲間に加えていただきたいのですが。
ペロリンと名乗る子供けだまが仲間になりたそうにこちらを見ている。はいな、あいいぜ。君はノリと勢いに任せ、いいぜ、冒険の始まりだと叫び、右拳を天高く突き上げた。しかしクロエは、私は反対、魔物は信用できないと冷たく言い放った。クロエに拒絶されたペロリンは突然大声で泣き出してしまった。ペロリンは子供ながらに渋い顔つきと口調のせいで友達ができず、この村から旅立つ決意をしたそうだ。あ、すげえ。君たちはおっさん顔の魔物が泣きじゃくる姿に何とも言えなくなっている。魔物にも、君はクロエに、お前が友達になる。友達がいない者同士なと余計な一言を付け加えて。ねえ、ちょっと難しいんですよね。飛ばしちゃうんですよね。気づかないんで。ちょっと戻すか。戻せる？ペロリンは子供ながらに渋い顔つきと口調のせいで友達ができず、この村から旅立つ決意をしたそうだ。君たちはおっさん顔の魔物が泣きじゃくる姿に何とも言えなくなっている。魔物にもいろいろ悩みがあるようで。おお、ここで丸ボタンを押したら次に行っちゃって飛ばしちゃったんですよね。むずー。ちょっと待つ。君はクロエに、お前が友達になれよと言う。友達がいない者同士なと余計な一言を付け加えて、ちょっと丸ボタンを押すまでに、ちょっとだけ待つわ。君と口論することに疲れた表情のクロエは半ば諦め気味にペロリンと友達になると答えた。なるんだ。ただし魔物とはいえ子供にドラゴン退治の旅は危険だから連れてはいかないという条件付きで。逃げたね。ペロリンはクロエに飛びつくと、我が輩は嬉しいと言いながら頬ずりした。おっさんがね、おっさん顔の頬ずり。ああ、よかったじゃん。また後でねと、クロエはペロリンを顔から引き剥がし地面に置いた。魔物って悪者ばかりだと思っていたのに、ここの魔物は変わっているとクロエは感じた。我が輩の友達か。ん？何今の。さあ、今の村長じゃなくただのペロリンですね。君たちが会釈すると、男は聞いてもないのに、いかにも私が村長だと言った。これはやってんね、なんか。やってるわ。ここは平和でいい村だろうと、村長はガハハと笑う。続けて、ところで君たちは、と尋ねてきた。うん。どうしようか。まあ、左でいいかな。君たちがドラゴン討伐の一行だと知ると、村長はここで休息を取るといいと歓迎の意を見せた。かつて村長が世界を旅していた時、ドラゴンの噂話を聞いたことがあるという。ああ、なんか知ってるかもしんないみたいな。旅の疲れもあろうし、食事でもしながらゆっくりと、村長は手を軽く二度叩いて給仕を呼んだ。食卓には見たこともない料理が並べられていく。どれも高級でうまそうだ。うん。よだれ。クロエが君に向かって注意する。自分でも気づかないうちによだれが。君は袖でよだれを拭くと、はっと気づいてメルブールの方を振り向いた。するとメルブールは我慢の限界が近いのか、机の角をかじっている。
どうどう、よしよし。君はメルブールを優しくなでなでして沈めた。次の瞬間、扉をバンと開けて女の子が入ってきた。女の子はいつも一緒に遊んでいるスライムのプヨちゃんがいなくなったと涙ながらに訴える。村長は一瞬目を丸くして驚いた後、何かを思ったのか、すぐ探さねばと焦りの表情を見せた。ん？スライムのプヨちゃん失踪事件のせいで目の前のごちそうにありつける雰囲気ではなくなったが、おお、そうね、探せば最終的にもっとねいい料理をいただけるかもしれないし、とりあえず左で、うん、これちょっと見てもわかんないんだよね。ね、我々がそのスライムを探しましょう、その後でご馳走をと君が言いかけると、目的はドラゴンの手がかりを村長から聞くことだと、クロエが君をいさめる。ああそうだね、珍しい。まあモンスターだもんね。どっちも同じことじゃないか、いや全然違うと二人は言い争っている。勇者たちよ、スライム探しをお願いできるかと村長は君に軽く頭を下げた。何はともあれ、どこかへ消えたスライムプヨちゃんを見つけないと話が進まなさそうだ。まずはプヨちゃんの友達の女の子に話を聞こう。はい、スライムをさらう人なんてまあいないから、まあ単純にどっか行っちゃったんでしょうね勝手にね。女の子はプヨちゃんがいなくなっちゃったとしくしく泣いている。うん、クロエは女の子の頭にポンと手を置くと、自分たちがプヨちゃんを探し出してくると約束した。女の子はそっと何かをクロエに手渡した。二人で遊んでいる時、泥で汚れたプヨちゃんを拭いているハンカチだそうだ。これさっきさ、お尻拭いてなかったっけ。女の子はクロエにお願いした。プヨちゃんを見つけたらこのハンカチで拭いてあげてほしいと。女の子は村中を探し回ったが、プヨちゃんはどこにもいなかったそうだ。とはいえ村の外をくまなく探すのは無理がある。もう少しこの村に情報がないか聞き込みしてみよう。うん、そう、プヨちゃんの聞き込みっすね、情報。あ、おばさんなんか知ってんの。少し前、村の外で黒ずくめの不審な男とスライムが一緒にいるのを見たという。あー、そっかそっかそっか、言ってたね。二人はこの村から北西の方に歩いていったそうだ。北西。プヨちゃんはその男に連れ去られたのだろうか。君たちは村から出て二人の行方を追うことにした。はい、はい、手がかりが分かりましたけどもね。はい、じゃあ次回ですかねまあ今更ですけど、すげえスローテンポなんであんま話進まないんですけど、一回ごとにね。次回じゃあプヨちゃんを探しに行きましょうということで、今回は以上です。ありがとうございました。